どうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、あのリンゴルフとコラボさせていただきます。ありがとうございます。どうも、リンゴルフのカイトです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。前半はもうリンゴルフで撮ってあって、リンゴルフで動画を公開してありますので確認してください。お願いします。完璧じゃない？今日何日でしたっけ？今日9月10日。10日か。火曜日か。うん。テラスハウスですね。あ、そうだ。テラスハウス見てない。見てないで。見てないのかよ。そういう情報だけは蓄えてあるんで。なるほど。そう、ショータイム出てる竹内君も、はい、ここの太平洋クラブさんのコースで、セカンド QT を呼ばれてるね。2人一緒に。頑張りたいですね、2人で。皆さん応援してください。277ヤードと。くっそ長いパー4、しかもアゲンストです。嫌だなぁどういう攻め方を？ここはもうとりあえずあのバンカー、正面のバンカー狙っていって、はい、頑張るしかないですね頑張りましょう。割と結構投げるんですよね。あとはお前らしたいじゃん俺打たないもん、俺打たないもん、言うだけだから。割と優しめに来る時と突き放される感が結構嫌いじゃない嫌いじゃないです。ショータイムゴルフファンって、まあ、ガチなゴルフ好きが多いイメージがあるんですけど、うん、そう、うん、リンゴルは？は、あの優しいお父さんたちが多いです。いや、完璧じゃない？なんか良ければ大丈夫ですね。完璧、いいフェードだったよ今。あ、今のわざと低い球打ったの。はい、な、低いって言って、あれやると上から入れなくなるから、右にバーンってつけるのがなくなるんです。あれやると上から入れなくなる？入れなくなります。俺は多分打ち込んじゃうな。逆にレベルに入れることを意識するんで。すごい、すごい、すごい。うわ、珍しい。まあでも問題はないけど遠くなるって。あ、なんか当たったね。人？人ここでも左行きがちなんだよね。そうですね、こっちか。そうです、右怖いですもんね。左行くんですよ、みんな。ここ珍しく左見つしました。そうだね、どういう今日初じゃないですか。右勝つだけないと思って、あ、やっちゃいました。7番やん。うまい、ナイスオンです。やった、はい、ありがとう。ナイスです。あ、激ムズですね、これですね激ムズですね。スタンスがバンカーに取れないですもんね。あ、ギリ取れる。でもちょっと窮屈。何番ですか？7番です。7番。うまく打ってたけど、ちょっと左、うん、乗った。ナイスオン。そっから、あ、グリーン外れた。え、左の乗ってない？フェアウェイ。今どうやって打ったの？今はカットに入ったら、うん、ペースが立って当たるんで、うん、絶対高さが出ないんで、あそこのライからでもインサイドに入れるよう意識します。おー、バンカーからインサイドに、はい、クリーンに打ってた、ね、クリーンに打って、で、球が上がるように、うん、まあだけどダフってこことかよりは、そうだね、全然マシです、うん、ナイスでした。全然やりかねないですよね、あのライン。やるやる、俺はやるね、あれ。ボーンあっつってめっちゃナイルやつ、うん、何度？52度。うまい、ナイスだね。20m ぐらい、もうちょいありそうじゃないですか。あれむずいなぁ。伸びろ、伸びろ、マジか、伸びろ、むずい。マジスリーパット3回目だ。ちょっとスライスが
ナイスパー。あそっからナイスパーだよ。ありがとうございます。380ヤード、パー4。また短めの。しかもですね。バンカー上ぐらい打ったらいいですか？バンカー上行かなくていいと思う。あの、旗の方でいいと思う。旗の方で。うん。フェード。すんげえフェード。スライスだな、これ。まあ、全然いいと思います。ナイス。フェードってのは打てないんですよ。スライスじゃん。器用じゃないんで。フェードってのは打てないんですよ。もうスライス。はい。あ、ちょっと右曲がってくれた。あれ、フェードやみたいな。そんなん多いっす。わ、出られてたな。ちょい左かな。全然安牌じゃないですか。まあでも、ラフだろうけど大丈夫。何の問題もない感じで。うまいっすね、ドライバーが。曲がりますよ、俺。いやめちゃくちゃ。うわ、すごいわ。これはもうフェアウェイなのにラフよりひどいよ。ラフよりひどい。何ヤード、何番？95ヤードで、これなんで52でいきます。52。どうやって打つの？ボーン。しかなくないですか？ニックダウン。バンカー、ギリギリって言ってるけど。スピンをかけて。うわ、入んないっすよ、これ。お、うまくない？うまくない？すげえ、うまい。うまい。やべ、ちょっとやばい。ボールに見とれるで、ちょっとカメラやばかったけど。はい、ナイス。うまかった。いやー、変わったわ、前半とは。マントビ。いや、マントビだけど激ムズだね。バンカー気になりますね。60ぐらい。そう、あ、測りましょうか。あ、大丈夫。上げて。あ、ナイスです。安牌ですね。ああ、いや、今のは100点満点ですよね。いや、100点以上でしょ。クソ嬉しいですもんね。ここ通ってきましたからね。はい、ここ来たからね。完璧ですね、これは。来た、来た。うわぁ、惜しい。うまいです。ナイスです。今日ピンえぐいね。えぐいっす。一番むずいんじゃない、こう。ガイト君のギブアップから素晴らしいショットでバーディーチャンス。上りのちょっとスライスかな。3メートルぐらい。うまい。強かった。強かった。おいしい。いや、もうこれはパーで OK だね。ティーショット行った場所から考えると、まあ、そこからパーだね。それは言っちゃダメです。そういうとこだよね。それは言っちゃダメです。そういうとこだ。342ヤード、ワンオン。よろしくないですよね。ああ、さっきワンオン余裕だわってさ言ってないですよ。豪語したんで。林越えですね。こっち方面。大丈夫ですか？全然大丈夫だと思う。本当にワンオンを豪語してたのはこの人です。ちょ、来たー言って。短い、来たー言ってました。乗ったよ、これ。乗ったわ、これ。これ乗ったでしょ。今日当たった。
ちょっと見た。あ、当たった、なんか。ピー当たっちゃった。もうピ、今、ちっちゃくピーって入ってる。悔しい。マジ悔しい。あ、この右結構広かったですね。そう、右広いんで。あ、よかった、よかった。はい、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。性格出るんですよね、これ。うん。二人とも弱いですね。奥怖いね。怖いですね。どこのバーディーパット。10メートルぐらいあるか。上りの。あ、フックした。オッケー、ナイスパ。二打得した気分。ああ、でかい。ナイス。バーディー。ありがとうございます。元々アンダーすか？いや、あ、後半はアンダー。後半アンダーすか？ナイス。トータルイーブンです。ちょ、アンダーにしないとさすがにね、アンダーにはしたい。僕、なぜか形に戻ってきてる状態なんです。うん、3本まで来て。3本まで。パー5もう1個ある。これパー5？これパー5だな。パー5、パー3、パー4。うん、チャンスボール、チャンスボール。あ、ごめんなさい、ありがとう。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。お願いします。は、うまっ。おー